はい、皆さんこんにちは。今日はですね、世界の料理シリーズ、久々です。人生ね、上り坂、下り坂、まさかっていう坂があります。そのまさか料理、間違えました。ギリシャのムサカ料理でございます。まさかではなすけ、ムサカ。ね、ギリシャのね、家庭を代表する、まさかじゃない、ムサカ料理、簡単でございますんでね、結構フランス料理なんかにも、取り入れられてますんで、今日は三國流簡単な、まさか ムサカをやります。ゴー！はい、それでは材料です。まずですね、ボロネーズソース、これは YouTube の567番見てください。そして隣のベシャメルソース、これは341、見てください。そして、お芋ね、皮をむいて、今日は男爵かな、お芋は何でもいいです。そして粉酢、オリーブオイル、塩コショウ、白いコショウです。そしてパルメザンチーズでございます。今日はですね、このココットをね、使って、いつもね、こうやってカットする、カットをね、何度もお見せいたしますので、油紙をカットして、こうやって中に入れておきます。はい、それでは、はい、まずお芋をカットします。まあ、大体5ミリ程度ですね。よいしょ。ちょっと押してあげます。はい。アク抜きをしておきます。ナスですね。さっき粉酢って言っちゃったんですけど、ね、粉酢じゃなくて普通のナスです。普通ナス。ナスも、5ミリ程度に切っておきます。押して切ってあげます。押し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 ます。はい、それでは、強火にして、これお芋とナスを炒めますので、オリーブオイル半分ずつぐらいですね。はい、そうしましたら、お芋をね、よく水切っていただいて。はい、ここで軽く塩コショウ、白いコショウです。軽く塩コショウしてください。強火です。はい、音がね、皆さんね、音が聞こえてきたらだんだん強火になってくるので気をつけてくださいよ。ってありがとうございます。ここでね、こんがり焼き色をつけて、火も通しちゃってください。はい、一回タイマーね、火が弱まりました。また、タイマー戻って強くなりますので、まあこの時にね、じっくり火が通るので、はい、強火に戻りました。そうしましたら、焼き色がね、こんな感じでつくといいです。はい、いい焼き色。ちょっと固めにね、火が通った感じで、これを一度揚げて、残りの
同じフライパンで残りのオリーブオイルを入れていただいて、今度はナスを炒めます。はい、ナスも強火ですよ。あのナスにも白胡椒、白い胡椒します。軽くです。ここもナスにあの焼き色をつけてあげます。はい、ナスも焼き色をつけます。はい、火を止めまして、ナスも一度フライパンから上げて、それでは焼き上がった、まず一番下にですね、お芋を敷きます。はい、お芋が全部入りましたら、そのお芋の上にボロネーゼソースを入れます。結構ね、ぎゅうぎゅう押し込んでください。結構入ります。はい、これをですね、かなりぎゅっ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 、ここは慎重に。でかなり押し込みましたら、チーズも全体に行き渡るようにしてください。焼いたナス、はい、ここもしっかりと下に押してあげてください。よし、よし。はい、そうしましたらベシャメルです。このベシャメルね、よく練っておいてくださいね。これね、結構ベチョっとしておりますので。よし、中の空気を抜きます。はい、それでは200度で30分焼き上げて10分休ませます。下段です。レッツゴーゴーゴー。1、2、1、0。はい、200度で30分ね。さあどうでしょう、チャチャちゃん。お、いい感じですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、これでだいたい10分ぐらい、余熱を取って抜きます。はい、2、30分あの温度を下げて、余熱を取っております。これ抜きます、抜きます、抜きます。うわ、抜けましたね。抜けましたが、そうしましたらね、表のいい感じで油がね出てますから、まあ、勝手に取れると思います。はい、それではカットして、これあのギザギザのナイフを使ってます。あの中に
ナスが入っておりますので、はい、出来上がりです。今日のこれポイントはですね、このベシャメルなんですけど、皆さんね、ベシャメル付き、作りたてはこうとろーっとなっちゃうので、今日のは作ったやつを1日冷蔵庫で固めたものなので、まあそうやって固めるとこういうね、ベシャメルもグッと形残りますけど、まあとろーっとなってもね、この料理は全然平気でございますので、それではね、いただいて、このナスがねちょっとしっかりしているので、ナスと芋と、はい、それではいただきます。お芋がねしっかり残ってて、ね、ドリアっていうのはね、こうココットに入れますけど、これはなんかどっちかっていうとこのボローネーズソースが主役で、ご家庭でこれぐらい形に残るとね素敵ですけど、これはまあちょっと崩れても、ね、スプーンで削っていただいても家庭料理ですから十分、美味しいと思います。グーです。今日合わせるワインはクロスネメア、ギリシャのね、さすがソムリエさん、ギリシャのネメア地方のアギオルギリコというブドウ酒だとそうです。ギリシャのね、ギリシャもねブドウ酒古いんですよ皆さんね、歴史は。ああ、カシスの香、カシスチョコレートみたいな、なんかカシスとチョコレートが非常に複雑な、まあこういうねギリシャ料理と一緒にね食べるっていうのはいいと思いますけど、単独ではちょっとなかなか、厳しいかなと、思いますけど、ではパーティーのね一品に入れてみてください。グーです。